はい、こんにちは。もう春先なんですけどね、もうこうスタジオ結構寒くて、ちょっと今日はちょっと首に巻いてしていただきます。今日はですね、私の大好きな大好きな、ワインの、皆さんね、お話をしたいと思います。まあフランス料理にはね、ワインは欠かせないんですけど、皆さん意外とレストランに行ってね、どうやってワインを注文したり、まあ、ワインリストなんてね、渡されて、困る時があると思うんですけど、僕なんかはですね、まあまあワインリストとかはもらうんですけど、大体ですね、もうソムリエかワインの担当誰って聞いて、できたら今日のコンディション、自分が今日はそうだな、ちょっとだいたい、まあ、お金、だいたいね、今日は1万円ぐらいのとかね、まあ1本5、6千円ぐらいで、今日はちょっと軽めがいいなとかね、渋めがいいなとか、そういう感じで選ぶ。まあ当然ワインリストからこうね、自分の好みのものを選ぶのも、まあそれは全然いいと思うんですけど、僕なんかはもうソムリエさんと担当を呼んで、予算と、好み、今日の好みだから、それはもう全然皆さん恥ずかしいことでもないし、本当逆に僕らみたいにある程度知ってると、もうワインリストなんか基本的に見ないです。だいたい自分の好みと予算をね、予算大事ですから言って、でやっぱりそのソムリエとか担当を呼んでっていうのが、僕は本当一番かっこいいし、なんていうのかな、一番そのスマートだとは思いますけども、まあね、いろいろありますので、ワインはまあこれは怒り型っていうんですけどね、渋めの、ボルドータイプ、あとこうなで型っていうブルゴーニュータイプってね、まあ、大体2種類に大きく、それはまあカリフォルニアでも、基本的にはワインはなで型か怒り型、僕は基本的にこの怒り方が好きなんですけども、ここはね、この瓶ちょっと見ていただいて、これね、これは普通の一般的なサイズで、これはマグナムって言って2本分ですね、僕の大好きなワインで、実はワインはですね、まあ、日本はあんまりこういう大きい瓶ないんですけど、ヨーロッパではだいたいこう樽で、これこういうね、大きい瓶からついていくんです、だんだん。ですから上積みって言って、上の方からこう積んでいくので、まあ、時間かかるので、なので皆さん、コカ・コーラじゃないですけどね、大きい瓶の方がリーズナブル、格安なんです。ですから例えばレストラン行っても、まあね、まあ、ちょっと人数が多いと、まあ大体日本分なんかすぐ出るじゃないですか。そういう時にもう絶対におすすめは、この大きい瓶があったらですよ、絶対このマグナムを、マグナム瓶を、頼んで、方が絶対にお得ですし、美味しいです。まあ、そういう、選び方と、あと、まあ、そのお店によって違うんですけど、僕はですね、うちも、もう何千本って、ストックしてるんですけど、まあ、こうワインというのはね、もう例えば皆さんもそうですけど、1ケース12本入ってますよね。でワインはもうフランス人はその12本は全部個性が違うんですよ、一本一本生きてるんですよっていう言い方をします。でも最近はね、コルクじゃなくて、ね、キャップのやつが非常に増えてます。それはなぜかと言いますと、このコルクは非常に今コルクっていうのも値段が上がりましてね、であんまりこう熟成というか、まあ、早飲みっていうんですけど、もうすぐ飲むやつは、若いワインはもうキャップでも全然 OK です。安いし。ね、もうなんか1リットルぐらいのこうキューブに入ってるやつでも、我々もパーティーの時、予算がない時はもう全然。ただやっぱりこういう、ある程度、3年、5年、10年、寝かすっていうのはやっぱり、こういうコルクがあってね、こういうのが、いいと思うんですけど、やっぱりワインはね、旅をさせちゃいけないと。いう、まあ、一本一本、まあ、こうやって立てると、ね、こう開いて、コルクが、空気が入るので、必ずこうやって、コルクを締め出して、これぐらいかな、
必ずこうやって寝かして、保存しておきます。ね。で、こう立てちゃうと、コルクが乾いちゃうので、で、コルクから、彼らは息や呼吸をするので、こうやって、ですから必ず我々こう、コルクを抜いたときに、コルクが湿ってるかどうか、コルクの匂いを嗅ぎます。で、一番大切なのは、ブッションって言って、コルクの匂いがするかしないか。それと、あと、酸化してるかどうか。で、コルクの匂いがしたら、そのワインはダメです。で、飲んで、酸っぱければダメです。で、まあ、この二つですね。ブショネって言うんですけど、コルクの香りがついてるよ、ちょっと酸っぱいよっていうのは取り替えてくれます。で、酸っぱいのもね、若いワインは酸味がありますが、その酸味も、心地のいい酸味っていうのは OK です。でも、なんか、ああ、これ酸っぱいな、なんか、まあ、渋みはタニンって言ってね、若ければ絶対、渋みは残りますので、ですから、例えば、我々10年もの、20年も、30年ものってたまに飲むんですけど、その時は、あ、これタニンが、渋みが残ってるか残ってないか、渋みが残ってるのは、あ、これはまだ元気だ。このワインは生きてるっていうふうに、そういう、まあ若ければね、ちょっと渋み強いんですけど、まあその辺はちょっと、我慢して飲んでいただいて。で、うちなんかはやっぱ気をつけてるのは、まず、必ず、蔵出しって言いましてね、ボルドー、ブルゴーニュの蔵から直接仕入れるんです。ね、仲買さんに行って。で、絶対買わないのは、このワインが例えばボルドーから、一回アジアに行って、アメリカに行って、で、日本に入ってきたみたいな、それは絶対ダメです。もうそれはもう、いろんなとこに行って、いろんなね、コンディションとか状態が、もう旅しちゃうと、もうペケです。で、あともう一つね、気をつけてほしいのは、僕なんかはそうですけど、まあ有名なね、このワインは全部有名なワインですけど、有名なボトルよりは、コンディションが、すごくいい、安いワインの方が、はるかに価値があります。いくらブランド品でも、ね、旅をして、疲れて、ブショネとか、酸っぱければ、これはもう最低。もう飲む価値ないです。ですから、うちなんかでも、もう必ず業者さんに言って、蔵出しと、あと、お店に仕入れたら必ず3ヶ月、最低ですね。3ヶ月か半年、1年、必ずこう、横にして、で、結局、まあ、うちなんか持っていくと、ここ、揺れるじゃないですか。そうすると、不純物が混じり合いますから、味が非常に喧嘩して、乱暴になってます。ですから、必ず3ヶ月、半年は、こういう状態でゆっくり寝かして、休まして、もう一回こう沈殿するのを待って、それからお客様にこうお出しするという、そこまで。まあ、若いワインもね、そんなに檻がないですから、檻のあるワインは、絶対に、皆さんももう、たまに買うときは必ず冷蔵庫に入れて、すぐ飲まないでね、必ず。それと、もう一つは我々シャンブレって言ってね、冷蔵庫、これも結構冷たいですけど、このシャンブレって言って、飲む前の日か、5、6時間前にその部屋に置いて、その部屋と同じ温度で、ワインを楽しむというのはシャンブレって言ってね、ちょっと粋な計らいで、ちょっと大事な人がお客さんですけど、もうテーブルにね、もう最初にもう置いといて、で、同じ温度で飲むというと、なかなか。で、一つ、皆さんやめてほしいのは、白ワイン、まあ、シャンパン、白ワイン、ビール、それは冷やしてもいいです。赤ワインに関しては、もうなんかどこでもかしこでもこう、冷やす。それはもう絶対やめてください。赤ワインは冷やして飲むものではございません。まあ、できれば、人肌で、香りを楽しむっていうのは赤ワインですから、なんかね、やたらとどこでも冷やしちゃうっていうのは、それは間違いです。ですから、例外で夏ね、夏も暑くて、まあ、氷入れてっていうのは、これ邪道ですけど、まあまあ、それ分かって飲むのは結構です。でも、基本的には、室温に戻して、温めたらダメですよ。室温に戻して、で、飲むっていうのが赤ワインです。
まあ白ワインとかシャンパン、ビールは、まあ、冷やしても結構ですけど、まあそういうことをちょっと覚えていただいて、で僕なんかはやっぱりまあチャンスがあったらね、本当に実際にこれはボルドーのムートン・ロシールドっていうね五大シャトーの一つですけど、堂本先生が描いた、僕は堂本先生のこの絵のコレクターなんですけどね、このムートン・ロシールドはピカソだとかマティスだとかみんなから描いてます。アジア人で初めて先生が堂本先生が描いた1979年の、ワインですけども、まあできれば現地に行ってね、その畑を見て、でそこでちょっとテイスティングしてもらって、うん、で日本に帰ってきてその風景をイメージしながら飲むと、これもう皆さん最高です。まあまあね、なかなか行くチャンスがないと思いますけど、ぜひチャンスがあったらね、ブドウ畑に行って、でどの安いワインでもね、カリフォルニアなんかも最近有名ですけど、その自分が行ったところのワインを飲むと、これがまたね、まあ釣り師がね、自分が釣った魚が一番おいしいように、それはそれはね、おいしいもんです。ですからぜひ、まあ、そういう、体験もしてほしいなということで、僕がね、個人的にですよ、皆さん個人的にね、好みってブルゴーニュ派ボルドー派いろいろあります。僕はボルドー派でね、で昔雑誌で最後の晩餐、最後だったら何を飲んで何を食べますか、でちょうど僕の前の記事がね、江川さん投資の、僕は同い年で江川さんとした友達なんですけど、まあどうぞどうでもよくて、江川さんがその前の最後の晩餐、江川さんはなんとね、江川さんも街道って言われてね、もう多分今でも一番球が速いんじゃないかっていう、作新学院 の、 高校生の時にもすごくて、で江川さんの最後の晩餐はその夜遅く練習して、お母さんが塩おにぎり、塩のそれを持ってきてくれた、でそれをあの食通の江川さんが、僕の最後はあの袋のあの塩おにぎりがもう一回食いたいってね。ですからその最後の晩餐ってこう高級なものによって、僕はですね、何を答えたかっていうと、実は、まあ お寿司が好きでね、僕も、若い頃は、370日お寿司を食べた、経験がありましてね、1日2回行くんですよ、営業前とそばで。でお寿司と、この中のこのシャトーラトゥール、これはこの小さい瓶なんですかね、このシャトーラトゥール、これも古代シャトーの一つですけど、シャトーラトゥールを最後飲みながら、寿司を食べて、それが最後の、晩餐かなということで、シャトーラトゥール大好きで、ね、あと個人的にこのね、これなんと、ペトリウスって、これ古代シャトーじゃないんですけど、僕はまあ古代シャトーの中で、まあ古代シャトーの個人的にはこのペトリウスってワインが一番好きで、なかなかもう今手に入らないんです。これはね、ペトリウスのオーナーから、グリさんそんなにペトリウスが好きなんだってなって、これボルドーからオーナーがペトリウスのオーナーを持ってきてくれたんですよ、僕に、ね、でこれはもう生涯、これコルクです生涯取っておこうと思ったんですけど、ちょっと僕がレジェンドヌールいただいた時に、まあお祝いだからってこれを開けました。これはね、1999年でもね、ちょっとまだ若かったですけどね、まあでもその時に参加した人方のサインも入ってて、まあレジェンドヌールもいただいた、まあこれは本当は棺桶に入れてもらおうなと思ったんですけど、まあ棺桶に入っちゃ飲めないし、まあペトリウスが一番好きです。まあこうやって、まあ、自分のね、本当に有名なワインじゃなくても自分が本当に飲んで、値段関係ないです。ポイントはコンディションね、コンディションです。それはもうコンディションが悪ければどんな素晴らしいワインだってダメです。どんな安いワインでもコンディションってね、スムーズなんです、ね、飲みやすい、
さーっと、あ、これスムーズだなっていうのは間違いです。それが一番コンディションがいいということですから、まあ、レストランに行ってもね、皆さん別に有名なワインとかじゃなくて自分の予算と、もう予算の時はこっそり、ね、小さめで、まあね、デートなんかだとあまり大きい声で言いませんが、今日は5000円とか、5000円だったら日本飲むからとか、今日はもうちょっと高めで1枚で1本みたいな、自分の好みを言ってね、全然 OK ですから、そのためにソムリエさんっていうのは皆さんいるわけですから、全然気にしないで、もうやってくださいということで、私の大好きなワインと、今日はちょっとワインの小話です。グーでした。グーです。